どうも、なおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいモッドを入れました。今日のモッドは、豆腐クラフト。豆腐が作れる世界で戦っていこうと思います。それでは、行きましょう。では、まず、この世界だけども、普通に草を壊すと、大豆が出てきます。あ、出た出た。これ、大豆。大豆がね、出てきます。で、この大豆を使って、豆腐を作るわけなんだけども、豆腐を作るのも、ちょっと一苦労。にがりを作ったり、塩を作ったりとか、いろんな工程があって、なかなか時間がかかるみたいだね。でも、一から作ってると、とてもじゃないけど時間がかかりすぎるので、今日は簡単に装備品を紹介していきます。豆腐には、硬さの段階があって、まず最初、絹豆腐が出来上がります。で、その後に、木綿豆腐。さらに硬くなってくると、石豆腐、鋼豆腐、混合豆腐、というのが出来てきます。それでは、性能だけども、こんな感じです。剣が5。まあ、そんなに強くはないよね。で、防具はこんな感じです。2541と。全然強くはありません。まあ、鉄装備ぐらいの強さになるのかな。簡単に入手できる分、そんなに強い装備ではないみたいだね。で、これだけじゃちょっとエンダードラゴンと戦えないので、遠距離系の武器作ってみましょう。遠距離で攻撃できるのはいくつかあって、まずはこれ、ズンダアロー。豆の弓だね。そんなやつがあるんだ。そして、福豆、地獄豆。まあ、こういったものがあります。まず、弓は普通の感じだね。ピュンと撃つことができます。で、豆がすごい。豆を飛ばす。豆を飛ばして攻撃するんだよね。どれぐらいダメージがあるかわかんないんだけども、まあ、これでエンダードラゴン戦ってみましょう。ブッヒー。よし、行ってみよう。いける。当たってない？当たってないです。なんかダメだということはもう豆だ。豆投げろ。豆全然だ。ああ当たってる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 よ。この調子で豆をぶつけていけば全然勝てる。お、意外と余裕じゃん。豆で結構余裕でダメージいけてるぞこれ。あ、豆なくなっちゃった。待って、次福豆投げよう。え、豆めちゃくちゃ強いじゃん。オッケーオッケー、福豆も当たるぞ。あ、ダメージ結構ある。福豆も結構ダメージあるぞ。これ弓より全然強い。よっしゃ、チャンス。オッケー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 、いいよ。よし、このまま直で攻撃だ。当たってない？あ、当たった、あ、いやー、やるなー。いやー、強かったー。やっぱり普通の豆腐装備じゃ、ちょっと厳しいね。ダメージもらいすぎるもん。これは上位の、鋼豆腐とか、混合豆腐、その辺を使っていかないと、ちょっと厳しいんじゃない？ということで、次回もやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。